はいはいはい、いや違う違う、いやストライクゾーン入ってないから、はい、ストライクゾーンどこ？この辺。はい、はい、ボールボールボール、いや振ったやん、ボール振ったじゃん、はい、振ったじゃん、はいストライク、あそう、あれは今の、今のは入ってた、真正面だと。あもう無理だよね、ファールこんにちは、始まってた、始まったよ。マジックボーズの皆さん。ボーズ。ボーズじゃねえ。ボーイズ。ボーイズです。今日も遊びに来ました。なんすか。はい。はい、そこ喧嘩しない。はい。喧嘩しない、喧嘩しない、喧嘩しないよ、ポッター。スネープ先生。はい、スネープ先生。スネープか。最近モノマネハマってる。なるほど。さあ、今日もちゃんと遊びましょうか。お願いします。はい、お願いします。うん、あれ、ほら、この間なんかライブが。そうですね。あった。はい、第1回目の、はい、なんだっけ、あのカニエ、カニエ西へ、カニエ西へ、どうだった？いや楽しかった、楽しかったね、通販で初だったし、平日だったんですけど、いやもう本当にガキ連さんのライブもあって、うん、もう本当に僕たちのライブもあって、いろいろと楽しめたんではないのかなと。そうですね、そう初めてやる場所だったしね、ね、いろいろと初めてが多かったんですけど、結構楽しめました。初めてにしては上出来というか、はい、まあ僕はちょっとカニの仮装をやって、おうおう、いやいいスタートを切れたとは言えなかったんですけど、まあ、赤い全身、ブログで写真は見たよ。あ、見ました？見た、あの日のブログね、もう書く気力がなくて、どうせ短いのならエビ第一短いブログを開けようかなと思って頑張ってみました。抜かされました。あれより短いのあるのかな。やばいね。あったらやばい、やばい。俺が更新するかもしれない。記録を記録を。え、ちなみにみんなそれぞれ何が楽しかった？そう、まあ、僕から言うと、その WWWX で僕たちライブをするのも初めてでしたし、うん、ガキレンさんと通話をするっていうのも初めてだったんです。初めて。そう、だからすごい初めてだらけで、カニエニシエのスタートでしたし、いろいろ緊張しながらも、やっぱガキレンさんとのコラボ曲がいろいろあって楽しめましたね、うん、ガキレンさんどうだったの？その初のこうコラボというか一緒にやってみて。やばかったよね、うん、やばかったね。あの僕たち後ろからライブ見させてもらってたんですけど、うん、あの ライブやっぱ乗ると手上げたり揺れたりするじゃないですか。ガキレンさんのサビでもうみんながもうみんなこういう感じマジでって思った。すごかったね。でもね、すごかったよね、うん、本当に。あーやべえな、本当に会場が熱くなってるっていうね。ガキレンさんのライブは後ろから見れて本当に良かったです。そう、しかも僕たちがあのガキレンさんの好きな曲とかを一人ずつもうあらかじめ言ってて、うんうんうん、それをやってくれたり、トーマが好きな曲とか僕が好きな曲をやってくれたり、ね、やってくれたんです、はい、ジョーの好きな曲もやってくれたかな。タコダンスね。そうだね。あ、タコダンスもやってました。やってくれてたね。え、ジョーが楽しかったことは、僕はあのみんなでやって100億円です。そう、100億円っていう曲があって、はいはいはい、その今流れてる 3.14 のお金があればんっていうやつのカップリングでガキレンジャーさんと作らせてもらったんですけど、それが初コラボだったかな。そう、そうだね。あの100億円は何回かやってたんですけど、そのジョーのパートができなくて、一番最後のバースデージョーは、はい、そういつも真昼やってサビまで、僕までだった、途中までしかできてなくて、うん、今回ガキレンさんも歌うってことで、うん、もうみんなができるようになってね、うん、そう、100億円初めてフルでやってやりました。ジョーはこれが初ラップなんですよ。そうですね。どうだった？全部俺が説明しちゃった。そうだな、うん、いや結構なんかバースやみんなの場合で前でバースやってんのってこんな感じなんだなって、うん、なるほど。そう、いつも後ろだもんね。そうだね。リュウトは？そうですね、僕もコラボが大きいんですけど、あの僕ガキレンさんとコラボさせていただく前からガキレンさんのことが大好きで、あのそのガキレンさんの DJ の GP さんがいらっしゃるんですけど、 GP さん その作ったトラックの上であのラップやるのがもう夢っていうか目標でやるっていう、でそれがまあ100億円で叶って、でモンキー4っていう曲もあのガキレンさんの曲であって、それもあのセッションマジボのみんなとガキレンさんでやらせてもらえて、そうなんだ。いやあのそう、お仕事一緒にさせてもらってから好きになったんじゃなくて、好きな人が
お仕事を相手になってもう得なんですよ僕的には。そうだね、画面の前にいる人と一緒にお仕事ができるっていうので僕はすごい嬉しかったですね。もうモンキー4やれたことも名曲でしたし。そうだね、ですし100億円だけじゃないんだよ、ね、やれたのが、はい、モンキー4も一緒にやれてすごい楽しかったです。じゃあまたやりたいんじゃない。そうやりたいですね。熱いやりたいな俺。やりたいですね。またね、ぜひ機会があったら、うん、もう後ろにもタオルありますけど、ガキレンさんの。そうですね、もらったんですよガキレンさんからタオル。タオル T シャツ結構リアルな顔だけどね今度4人でそれ作ればいい。そうっすね、なんかそのあも1回出てるんですよあ出てるか、リアルな顔がマジか。でもいいね、 GP さんの顔が俺になってすごいね、はい。あえでもさ、あれじゃこれなんか第2弾決まったらしい。そうなんですよ、決まりましたね。あのカニ西へのボリューム2が決まりましたね。今7月と8月合同でやります。お毎月やるんですけど、ちょっとスケジュールの都合上7月いきなり合併2回目からもう合併、うん、で今戦場パーティーそうらしい、うん、もう初めはね戦だと思ったよ、まあ、戦場で船の上、まあ、船の上でやるらしくて、そう俺らもそんなまだ分かんないんだよね。日韓から WWWX じゃないところでやるっていう、でその毎月ゲストさんを呼ぶんですけど、まあ、ツーマンなので、うん、はい、ゲストさんがゼナロックさんなんですよ。そうだね、熱い。そうなの。そうなんですよ。そうゼナさんとまたそう、ゼナさんとはあのゼナさんも夏にアルバムを出すんですけど、うん、はい、あのそこの曲にマジックボイズがフィーチャリングで出させてもらってて、 そ、その曲もやっちゃうかもしれないし、すごい夏の曲なんですよ。まだね詳しいことは僕たちも知らされてない、うん、はい、そんなに分かんない。どこでやるかとかもそう、戦場パーティーをやることは知ってるけどどこでやるのか分かってない。どこでどうやるのかが詳しいことが分かってないから。じゃあまだいろいろ秘密が多いんだな。そうなんですよ。そうなんですよ。なるほど。おっちゃんいけるかな。あーでも戦場パーティー楽しそうだもん。うーん、まあ不安なところはあるけれど真昼がちょっと酔いやすい。船の上でライブするんでしょ。やばくない。どういうことってならない。イルソンとかやったらもう俺アウトだぜ真昼が本当に乗り物酔いしやすくて。そうなんですよ。でおじけんナイトフィーバーとかもやだね。なんかねくるっと回ってピタッて厳しい。だってピタッと止まれなくない、ね、船が揺らぐでしょ。俺タイタニックみたいなやってみたい。そっち揺らぐれるこうあこうか。そんな揺れる船なのかな。揺れるのかね。止まってるかもしれない。ああでも止まってる戦場パーティーむらしいぜ。むらしいね。なら動いてた方がいいよ。でもあれ、ま、でも戦場パーティースタイルあれ戦場パーティーとは言ってない。戦場パーティーとは言ってないね。あれ。まあでもそんな詳しいことが分かんないね。本当に分かんないんだよね。大量さんみたいな。あ作って。まあ、あまたフレを作って。マヒロ君言う心配ない。いやいやな。また船作るか。楽しみだね。はい、楽しみですね。ゼーラさんともまたできますし。そうかそうか。お楽しみに。はい。8月5日です。はい。じゃあちょっと久々にあれもやっとこうよ。自己紹介ラップ。はい。あはい。はい。はい。いやー、ジョー君楽しみだな。うるさいな。じゃあジョーさん、音いいですよ。誰から。いや、多分、まあノリで行こうよ。行きたいとかで。ノリで行きますよ。うん、もう、まさか。大丈夫か。いいよ、いいよ。全然音ない。じゃあ音流して、適当に。かっこよく始めますね。やる？いや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 。やる？じゃあどうする？俺から行こうか。MC まひろ、ここから登場。ああ間違えた、ごめん。待って。水曜日のカンパネラ、ぐったりだらり。それでもみんなと一緒に楽しみ。このまま俺ら4人で MC 流通、MC まひろ DJ 上でお届けするぜ流通。MC リュウとカットバス内容カンパネラじゃないマジボネラ半端ねえな内容そんな感じでぶっ飛ばしていく。こんなこと言ってもいいんかいって言うけどその前にまず聞きんしゃい。俺らの内容銀シャリみたいとにかくこの番組も見んしゃい。Yo マジボの一輪咲く花都会 Yo マジボの花が咲く都会とりあえず聞いとけマストバイ Yeah 頑張れ頑張れ
DJ ジョーです。お疲れゾーンです。うわーもうまとちょっと待って本当に大丈夫だよ。 DJ ジョーです。お疲れゾーンです。目覚まし時計を7に Z、 スキルをゲット、飛び込むベッド、今日は見てくれてありがとう。お疲れ、お疲れ、お疲れ、お疲れ。ジョーさん、もうやりたくない。カメラ、カメラの写りのあれと、マイクがありますので立ってください。隠さなきゃいけないじゃん。ジョー起きて進めるか。大丈夫だよ、起きて。もうやりたくないんだけど。大丈夫だよ、よかったよ。 DJ 苦手？DJ は得意です。得意なんだね。そうか、そんなにへこむなよ。大丈夫だよ。俺が悪いみたいな。あー、すねちゃった。うまくできたじゃん、うん。泣かないでよ。泣いてませんけど。泣かないで。じゃあちょっとさ、今回さ、咲いてないで。ちょっとこれからほらライブも終わったし、はい、これからなんかやっていくこととかなんかあるの？あ、でも夏に、そうだ、あの、うん、アルバムを出すんです。はい。アルバム出る？はい。アルバム。え、ちなみにタイトルとかも決まってる？タイトルは。いせので言う？いいよ。せーのーぜ。第一次成長期ベビートゥーボーイ。イエーイ。8月30日ですね。はい。おはい、今回はまた 3形態で、ちなみになんかどういう内容になってたりとか。いやまず普通の純マジボ版っていうのがあって、まあアルバムのいっぱい曲入ってるよみたいな、はい、それが一番安いやつで2700円。で、全16曲入る予定です。結構多くて、うん、多いね。そのうち新曲が4曲入る予定。12曲取り直しの4曲新曲。12曲全部は取り直さないよ。取り直さないの？あ、取り直さない、取り直さない。全部は取り直さない。そう、昔出してたファーストシングルとかセカンドシングルのやつを、はい、取り直ししたバージョンもあったり、そう、ホームページにあの収録曲も結構入っています。はい、あのぜひチェックしてください。載ってますね。はい、で、そのコラボしてたの版っていうのは、そう、マジックボーイズは結構アーティストさんとコラボさせてもらえる機会が多くて、うん、そのいろんなアーティストさんとコラボした曲とかが入ってるのがコラボしてたの版。まあ多分このアルバムを買っていただいて、え、マジボこんなコラボしてたのみたいな、あれこの人とマジボコラボしてたんだ、そうってなるかな。見ていただけるとありがたいですね。驚かせたいですね。驚けよ多分、はい、え、こんなにあんのみたいな。そう、あれこの人ともこの人ともだってアルバム出せるぐらいだからね。そうコラボしてるの版って出せるぐらいだから、よっぽどびっくりするね。そうだよ、はい、で秘宝版っていうのが、ね、内容は純マジボ版に加えて、はい、4月30日に行われた僕たちのワンマンライブ、大量祭の祭、ライブ映像、そして僕たちのフォトブックが入っております。はい、熱い。まあ、秘宝版が一番豪華ですね。豪華、いや、どれもゲットっていただきたいですね。そうだね、3枚とも、まあ、持っていただきたいですね。うん、うん、どれも楽しめる。はい、はい、でタイトルが第一次成長期なんだね。そうなんですよ、あの成長期って2つあって、あの僕たちの年代だと第二次成長期の方が近いんですよ。そうだね、まあ中学校から高校で、うん、でも第一次はまあ子供の時の 2,3 歳の頃なんですけど、うん、あの僕たちそのさ初めは本当にそうゼロに、そう、まあ、赤ちゃんみたいなゼロで、本当にもうラップが何なのかとかよく知らない状態でやらされてた感じだったんですけど、はい、ボーイであの今ある程度は自分でできるようになりました、うん、やっと少年に、まあ、赤ちゃんが成長してる記録みたいな感じです ねこのアルバムの、はい、昔から曲で新曲があってみたいな、そういう感じですね。そうですね、はい。じゃあちょっと今日はさ、はい、その3人がこうマジボン、あ、まあ今日トモいないけど、はい、3人がさこうマジボンになってこう成長してきたこととか、なんかそういう話になる。ああ、これは結構あるんじゃない？そうだね、そうだね、じゃあ、うん、自分以外のメンバー3人。そうだね、それの方がいい。そうだね。え、誰が行く？じゃあ俺から行こうか。あ、じゃあお願いします。はい、まあ、これはうちの
あの守護神みたいな方も言わなきゃいけないですね。トーマ守護神うちの守護神みたいなのがもう一人いるんですけど、そうだね。じゃあそれ一番最後にしようかな、うん、じゃあまずジョーかな。ジョー髪伸びたよね。あそれだけ。いやそれだけじゃないんだけど、でも本当にあの6月26日本当1年前ですね、1年前の6月26日にジョーが DJ として加入して、うん、やっぱその状態で僕たちもともと3人で MC と DJ 回してて、ね、でジョーが入ってきてすごい楽になったってプラス、しかもその DJ のスキルで曲とかの音をいじってくれたりするので、うん、曲調 の, その曲もレベルアップするんです。おそうだからそのあと昔はさそのいじるのもさちょっとあれだったじゃない、まあ難しい、本番だとちょっと怖かったじゃん。いろいろ、ね、でも本番でもすごいしっかりやってくれるし、うん、曲としてライブとしてレベルアップする、曲を違うの音に出してとかつなぎとか、うん、というのがすごいサクサクできてて成長したなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。台無しで、はい、今の聞いてどう。いや結構意外だった。僕なんかここはこうやった方がいいかなって思わずに普通に松田さん近いっすね。映りたいよ映りたいよ。普通にあの無意識っていうか、まあ、そういう感じでやってたんですけど、やっぱりそれが成長にしてたんだなっていうことが分かった。分かった、うん、分かった、うん、分かった、うん、そう。じゃあ俺から見たジョーの成長もいい。うん、それも言った方がいい。あそのさっきのジョーが言ってた、あ違う、マヒロが言ってた、うん、マイクさっきあのマヒロが言ってたその DJ のスキルの部分がやっぱ大きくて、うん、3MC3DJ という鬼畜な回し方をしてたの、うん、なんだ6人組じゃないのに。そう、それもジョーが入ってくるまでは本当に曲をつなげなくて毎回 MC を挟んでたんですよ、ね、会話を、うん、この曲ありがとうございました、何でした、じゃあ次はこの曲でみたいな、うん、じゃないと流せなかったね。そうするとなんか業務感があって、なんかやっぱちょっとうんって思うとこがあったんですけど、そのジョーのスキルでその曲をつなげるようになったり、その曲のアレンジとかが聴くようになって、うん、そのライブでしか見れないっていうものがすごい強くなって、そうだね、今までのその3人でのあれだったらあの CD でも変わりなかったかなっていう部分がちょっと多かったんですけど、うんうん、その当日だけのつなぎセットリスト、うん、ジョーの気分での曲中のいじりもあって、いやもうライブの需要が高まったし、うん、本当に曲がつなげてできるのは革命になったかなと思います、ね、ありがとうございます。うん、うん、ありがとうございます。そうなんですよ。どうマヒロくんとやっぱり同じでもう普通にそれも無意識にやってたみたいな。無意識じゃねえや、まあ無意識か、まあそれそ葛藤がすごかったね葛藤がよ、まあ、ジョーと第2のジョーがすごかった葛藤、葛藤じゃねえって、はい、結構意外な部分でそこが成長してるって思われててすごく嬉しかったです。ジョーはDJのイベントにも出演してるので本当にまだ1年ぐらいだけど、あのジョーの DJ スキルはもうクランってめっちゃ上がってるんですね。一人で DJ のイベント出てますからね、もうすごいんですよ。俺ら行ってないですからね。そう、俺らがそう受験で勉強してた頃にもあのその DJ イベントとか出て、マジボン存在があの忘れられないようにとか、うん、あと新しくマジボを知ってもらえる状況を作ってくれてたので本当に感謝してます。ただそのそうだね、うん、他のイベントのポスターとか、ポスターとか、うん、広告とかに DJ ジョーって乗ると、うん、はぁ、すげーってなる。あと MC とかもなんかそう話すのも意外と昔よりは積極的。そうだね、今は前だ前だけどね、MC こういうやり取りも1年前はちょっと絶対できなかったからね、はい、すいませんってなって、うん、そう、冗談と本当のあれがちょっと区別できるようになってるなって感じがします。そうだね、よかった。なんかあれだな、そこは伸びしろありそうだな、うん、伸びしろありそうですね。伸びしろばっかだよ君は。よかったな、伸びたね、伸びたじゃない、はい、はい。じゃあ次、じゃあ真宙の成長したところ、
アヒロの成長したところ、じゃあこれ僕から言っていいですか。こっち向いた方がいいのかな横顔見れるんだよね、はい、アヒロマヒロは最初入った時は、うん、実は信じられないと思うんですけど DJ をやって、そうだね DJ だったね真面目に聞こう、ごめんなさいで昔は本当にド天然、本当にド天然で、自動販売機でジュース買ってジュース取らなかったですかお金払ってその場を立ち去りましたからでスタッフさんに、マヒロさっき買った水どうしたのって言われたらね、であのスタッフさんも同じ水を買ってたんです。であの僕水持ってなかったんですよ、それまあ自動販売機の下にありますからスタッフさんも持ってた水をそれ僕のですって言ったんですよスタッフさんが買ったのに、ね、そうスタッフさんが買った水をそれ僕のですってで真宙のは自動販売機にあるで取りに行ったって、ね、で取りに行ったまあ本当にド天然で、そうだね、あのまあちょっと普通会話が進まないことが多くて本当なんかあれだったもんね、あのマヒロのちょっとこれ余談なんですけど、いいよ、マヒロのイルソンのあのバースっていうか、まあ、セリフだね、セリフだね、感想のセリフ、ニップスの旦那はマジオニレイジーっていうところが初めて聞いた時、ニップスさんに本当に旦那さんがいると思って、あれニップスさんってあれえマジってなって、うん、俺ニップスさん本物だと思いましたそうなんとかの旦那っていうのがさ、そういうさ、なんか敬ってる気持ちにつけてるっていうの知らなかった、知らなかった本当に何言ってんだろう、ニップスさんが作ってくれた曲でニップスさんの旦那さんの話をしてるって思い込んでて、本当に何言ってんだろうなと思った。もう会話も全然成り立たない状態だったんですけど、なんか天然が治って、前よりマシになった、うん、まあ、不思議な感じだったんだけど、不思議な感じが治って、であの DJ から MC に転向した後、嘘みたいに積極的が出て、もう歌詞も書きますし、なんかあのこのアーティストさんがっていう機会も大きくなっ、な多くなってて、いやすごい積極的になったなと思います。恥ずかしいですねこの企画、恥ずかしいですねこの企画。でも自分では変わったと思う、まあ、昔よりはマシになったって感じなのかな。マシになったって言った方が多分正解でしたね。おお、それ自分でなんか意識してたのかな。え、意識してた、いや意識はしてなかったですけど、なんだろうね、何があったんだろう、やっぱ DJ から MC に変わったっていうのが大きいかも、うん、ね、まあ、そうだね、うん、それが一番でかいですかね。あとマヒロがなんか最初に流行の種を持ってくるんですよ。マヒロがハマったものがマジもみんなにグワーってきて、うん、みんなブログに書き始めたりとか。あ、それすっごい謝りたいことがあって、はい、その、まあ、僕が持ってくるんです僕が持ってきますこういう話題がみたいなね。そうです、で、あのすごいリュートとかがすごい優しくしてくれて、そのあの話し相手が欲しいんです僕話し相手が欲しいから持ってきて、リュートとかがすごい調べてくれるんです。でリュートが逆に俺の知らないことを教えてくれるんですよ、うん、これはこれでみたいな。僕それハマってないんです、うん、もう次行っちゃってるんです。そう僕が流行の種を持ってくる、リュートがすごい調べてくれる、で調べてくれて僕の知らないところを教えてくれたら、僕もそれハマってないんですよ。マヒロのハマる期間めっちゃそう1日だけ鬼ハマるみたいな、ね、そう1日だけこれハマる、あ来週マジモトこれの話しようと思ったら、あおうううんマジモト絶対、あマヒロあれ絶対ハマってないよねあそう最近やっぱこっちの方が来ててさ、そうはーってなちょっと秋っぽいんだな。そう秋っぽいですね、秋っぽいしハマりやすい。この前嵐さんのなんかランキングしたじゃないですか、あれだってどれぐらい前でしたっけ。あれもう1ヶ月ぐらい1ヶ月ぐらい前か、もうちょっと経ってる。あ多分 2,3 回変わりましたね多分その間で。そう前あの嵐さんにハマったっつって3日でめっちゃ聞いてましたよ次何にハマったかな。まあそんな感じなんですよ。そうだね、そんな感じだね。はい、じゃあジョーから見た、僕は、うん、マヒロ君を初めて見た時はなんか弱っちそうだなって思ってはい続けろよ、はい続けろ、怒らないから、怒らないから続けな。でもなんかいい、怒らないから続けなジョー。俺なら俺でも勝てるぞみたいなそれトーマと間違えてないあ、そう俺あの黒いジャージ着てた時弱っちいと思ってたんだ。今もズボン、あん時じゃなくて、あのなんか結成当時だから、あの
マヨギが入った時期。ああ、俺があれね、さっき言ったら天然の時代の時ね。そう。あ、天然時代のマヒロ君の時ね。そう。やつだけな。でもそれがなんか強そうなイメージになってきて。あ、ジョーがマジモに加入して、俺と一緒にいる期間の間、どんどん俺が強そうに見えてきたんだ。そう。どういうこと？あ、もう主人公性が強い。主人公性がね、よかったね、ジョー君小6でね。そこの位置がトーマじゃなくてよかったね。トーマなんだ、てめえこの野郎って。あの今の発言をトーマが話したら俺手でしたから。手が出てたからね。パーン。よかったね、上級小6で。そっかい。ね、最近ジョー。それ変わったのかな。変わったんですかね。ジョーの中でのマヒロのイメージが変わったんです。そうです。メガネかけてたからさ。メガネかけるイコール弱そうなんだ。のび太が伸びたがいるんだよやっぱ。私も大体メガネだぜ。リアルはね。じゃあ今度はリュウトの買ったところ、成長したところ。そうですね。リュウトはすごい。あ、ごめん。ごめん。本当にごめん。本当にごめん。ひくろいかった。リュウトはそのなんだろう。表情というか、いろいろ豊かになりましたね。表情、表現。うん。ぱかっ。いろいろ豊かに、あの無茶振りがね、すごい対応が上手くなったよね。無茶振りの対応が。そうだね、もう諦めたからね。そう、あの中2とかの頃は多分、まあ言ってしまえばマジバの中ですごい多いんだよね、リュウとかね、無茶振りがね。そう、無茶振りが多くて、そう、だから絶対にライブでは話さないようなふざけた話をしてたら、うん、ちょっとそれライブで言おうかっつって、ちょっと待って待って、それやだ、それやだ、それやだめっていう。なんでか分かんないけど、リュウとへの無茶振りがすごい多くて、昔から。ね、最近だと分かりやすいのだとピンクのエプロン。ピンクのエプロンですね。いやだっつってんな、俺。もう今年だけでもう3回以上来たんじゃない？ね、めっちゃ来てるもんね。何かつうとピンクのエプロン。ピンクのエプロン。そう、初めてやったのもさ、マジモネラでさ、うん、マジパンを作りましょうっつってね。そうだね。なんで俺だけトントン黒黒黒黒ピンクなの？おかしいよ。ただその中2の頃からずっと無茶振りが多かったですけど、高1になって無茶振りの対応が上手くなりました。すごい上手になった気がします。その無茶振りをすごい上手く活かせてパフォーマンスできてるなと思いました。うそう、あのこの前 の、まあ、前回のカニエニシエがカニの仮装で全身タイツですよ、ね、何を考えてるんだと、うん、でも本当は好きなんじゃないそれ。いやもう毎回言われるんですけど、もう僕がその対応上手くなったっていうか、前よりはマシになった理由としてはその諦めたんですよ。あ、ダメだなこれ、あの恥ずかしがってやってもなんか変にダサく見えちゃうし、うん、だからずっと嫌になってたら本当に俺味がない、味出ないなって思って。なるほど。多分美味しいって言ってくれるから、美味しいと自分の中で信じてこれは美味しい、これは美味しいって思ってると美味しく見えるし、自分もなんかふっきりとやれるんですよね。すごいね。この前のそのカニのあれでも、お前はあくまでもカニだから人間じゃないって言われて、リハでそういうこと言われるのなかなかないですよ。そう、ライブやる前から俺はカニ、俺はカニって思ってて、でもう精一杯カニになりきるんですよね。もう俺はカニ、俺はカニ、カニ、カニ、カニが、カニがいるみたいな。そういう風に吹っ切ると前よりもあれだし、もうピンクエプロンももうちょっと吹っ切れると思います。まだ伸びしろがちょっとびっくりしますよね、うん、この考えをさせちゃったんですよ、マジックボーイズは。マジックボーイズはリュウトにこういう考えをさせちゃったんですよ。もうなんかあのそうだよね、そう無理やり、はい、無茶振りとかやっても、うん、あいつなら松田は大丈夫みたいな。あ、そう、リュウトは大丈夫っていう若干僕も体勢つき始めてるのが怖い。そうそうそう、だってみんなの前で全身タイツできたらもう何でもできるもんね。そうか、はい、そんな感じ、それですね。じゃあジョーから見たリュウト。僕はあのラップが上手くなったって何ですか。小6にラップが上手くなったって言われた。いや、 ありがとうございます。いや、だからどうもですよ。だから初めはマジモが作るあのマジモが結成した時と比べてってこと。まあそれは俺が一番分かってる。あのね、めっちゃ面白かったね。あの、うん、よくさ、あのよくできたよね。いや、すごい乗り方とかなんか他のアーティストさんの真似たり、あの、うん、分かった、よかった。なんかそういう感じでなんかよくなんか YouTube とかいろんなアーティストさんチェックしてるんだなって思って。そうなんですよ。あのすげえ嬉しそう。そう、僕その中3の去年ぐらいにあのホワイトジャムさんっていうアーティストさんと
あの一緒のステージに立って、そうだね、その時のホワイトジェムさんにあのシリオスさんっていう人がいて、ボーカルのね、そうシリオスさんの乗り方がすっごい、いやもう体の中についちゃって、はいはい、シリオスさんこういうさ後ろにクックって言う、まあ、乗るね、よくやるよね、それがひたすら抜けなくてもその後のライブずっとクックってやってやってるね。でも最近はあれだね、あのいろいろ見てて最近は岡崎体育さんのナチュラルリップスのさ、はいはいはい、あれがすごいいいなと思ってたり、じゃあどこかでそうやれるかも。じゃあもうノリがすごいねやれてきてるんだったら、うん、いずれかは僕たちの曲の振り付けを、そこは関係ない、振り付け作ってくれたら嬉しいね。で振り付けに嬉しいですね。できたらね。未だにまだ振り付けしてるのトーマだけだからね。ん？そうだよ。ズラとの遭遇の一番最初のメンバーの個人のところ、あれ振り付けしたのトーマですから。ああ振り付け師がいるのに。うん、あれすごかった。あれすごかったよね。そんな感じかな。はい、うん。ありがとうございます。はい。そんな感じですかね。じゃあ今日ほら来てないけど。あ、守護神。うん、守護神の。守護神のしたところ。マジボ初めて見る方、守護神わかんないじゃない。ポセイドン。静岡のポセイドン。我は神なり。あのうちのメンバーにトーマがいるんだよ。そう。そう。じゃあそれの成長したところを言いましょうか。そうだね。じゃあトーマは、そうトーマと俺は初期からいる。そうだね。メンバーで。もう成長したところがわかるんだね。多分一番付き合い長い。そうだね。から。それでもねちょっとうんって思うとこあるんだけど、それでも確かに何だろう、そのプライベートの部分で変わったっていうのはあんまりなくて、まあ常にトーマだね、常にそうトーマなんだけど、本当にあれが井上トーマで、なんかそうだね、あいつは吹っ飛んだな内容が、いやでも前から、前からできるんだよ。そう前からできるから。前からできるから。そう逆に伸びしろがあんまなくて、うん、あいつはねそのやっぱラップの部分が大きいかもしれないです。最初からリズム感とその音程とかのあれがズバ抜けてよくて安定してるんですよ本当。安定に磨きがかかったって感じですかね。うん、その誰よりもレコーディングが早く終わるし、あの。素直な性格だから、そう何か言われたらもうすぐパッて柔軟にあのことを、うん、成し遂げられるし、そうだね、そうあんまり自我が強すぎないっていうのがあるのかな、うん、自分があんまりないというか、あそういう言い方だとあれだけど、その、まあ、柔軟だからもう常にそう対応が早い、対応がそうだね、うん、それだね、あと自分もちょっとリーダーシップをちょっと感じてる部分があるかもしれない。あ、そうだね。そう去年の夏ぐらいから俺ともひろが最年長最年長リーダーリーダーって言ってるから。あの一番お兄ちゃんです。まあ年って年は同じなんですけど。1ヶ月しか変わんない。あの生まれた、まあ、時間も時間のせいだね。本当そんぐらいなんだけど。生まれた時間が早くて。なんかそう言いすぎてちょっと責任感があるのかもしれない彼にも。だからあのそこの部分で少し。基本僕が喋って僕がなんかガーってやっちゃうんですけど、うん、俺が元気ない時はあいつがやってくれますね、ありがたい。あと企画とかが面白い、マジでみんなで出す企画で、ね、やっぱお前ちげえなってなる、本当にあのどう考えればそうなる、韓国から違うんだよね、そうすごい、どこをどう回転させたらそうなっちゃうの、あと地元愛ですね、うん、中1の時はあの魔法使いかっこ仮でしたんで、うん、あんま地元とかの話しないんですよ、東京に舞い降りたっていう設定でしたから、でも彼はもう静岡が大好きで静岡をレペゼンしてるんですよあでも言ってしまえば彼はそんなお茶飲まないですからね生茶飲んでますね、生茶飲んで生茶飲んでそうか、真色から見た、まあ、バランスがすごい取れてるなとは思いましたけどね、その昔のやっぱ中2とかになると、中2ってやっぱメンバーが5人とかだったので、ただ今4人になって、しかもその、まあ、センターではないですけど、なんかトーマがいろいろ中心になって動ければいいなっていうのが、まあ、成長すればいいなの話なので、これがなんか著しく伸びたっていうのじゃなくて全体的に全体的にちょっとポッて上がっててピョッて上がった感じ、本当バランスがいい、そうそうそう、どこを伸ばす、でもどこすごい どこかを伸ばしたからどこかの伸びが衰えたとかじゃなくて、平均的にピョッと上がったから、そうバランスが本当にいい
そうですね。ちゃんと見てるね、なんか、うん、ちゃんと見てますね。見てますよ。え、じゃあジョーから見た動画。僕はあの僕が入ってきた時のことなんですけど、あのトーマくんなんかすごい俺とミロ、リュウト君とマヒロ君で名前を思い出せなかった。今ちょっとリュウトから俺の間があったね今ね。なんだろうな。そのこの弱そうな人誰だっけ。そのちょっと後ろにトーマくんだけちょこんって一人道中に、はいはい、あの後ろに歩いてて、なんかあれ なんだろうって思ったんですけど、あそう歩けば、まあ、ある一番マジボで行動するとしたら、うん、リュウトと俺が一番最初に前にいて、ジョー、ミロでトーマでしたからね。そう、なんか歩くスピードに性格が出ちゃってて、そう超遅いからね、あの子。俺とマヒロが比較的速い、パッ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 って行っちゃうんですけど、うんうん、トーマ本当にマイペースだよ。あの子超遅いからね。でもなんか最近はなんかみんなでなんかスターズダストのアイドルの話しながら、うん、すごい移動してるし、まあ俺はちょっとねあの合わせてるんだけどね、実は結構おしゃべりが俺の前ですごくなんかお前俺ジョーの前でおしゃべりできるトーマが成長した。いや違う違う、俺が入ってきた時と比べて、それは本当にジョー間違ってないよ、それは正解だよ。だってこの間だってあの、ま、前まで LINE をさあの俺が送んなきゃ返信してこなかったのに、この間あっちからイエーイってさ。待って、リュウトそれヤバくない？そう考えたらリュウトヤバくない？ LINE 新しくして追加したんですけど、うん、何も来なくて、で今日あのマヒロに LINE をトーマがしたんで、それトーマが LINE が来てさ、へえ俺来てないやと思って、俺にも LINE 送ってくれていいんだよって LINE 送りました。たまに僕トーマと LINE するんです、個人で。いいなちくしょうめ。あれ俺本当に中1から今までトーマと LINE したの、あのここでなんか待ち合わせ、うん、するって話に、今どこですか、今ここです、今どこですか、え、ちょっと待って、今どこ、ええって言うしかした本当にそれしかしたことない。あでもあのこじでも他のグループは分からないんですけど、マジックボーイズマジで LINE したいですよ。あ、船家とかじゃなくてですよ、仲悪くてとかじゃなくて、正直言うとマジで LINE したいです。最初やってた、ね、俺と真宙が LINE の話するときはスタダアイドルに何か動きがあったとき、うん、でもちょっとだもんね。メンバー増えるらしいぜ、マジで。あでもこれはこうした方が、うん、あ運営さどうしようねみたいな、そういうことしかずっと本当にオタクの話してて、ね、一番 LINE するのは本当にリュウトかな。そうでマジックボーイズの4人でのグループはもう一文字も一言も話さないよね。多分空気変えようと思って誰かが LINE しても既読が3ついて終わっちゃう、うん、そうだよね、絶対そうだよね。ジョーはもうスマホ大丈夫なの？LINE できるの？遅いからダメ。いや俺 iPad に変えた。あでも LINE はできるんだ。うん、でもあ送ったら返してもらえるの？いや、あいや、ジョーとも LINE しないもんね。だって俺あいうえおしかリンク送ってないもん。そう、あいうえおしか送ってこないんだから人。だから何返せばいいか分かんないから既読無視なんだよ。俺とジョーはね去年の夏は LINE してたね、すごい、ね、うん、すごい人だね。すごい、あの僕がその LINE をそんなに見ない人なんですよ。だからそのジョーからよろしくねっていう LINE が来るのが全然気づかなくて、本当に 1,2 週間経って気づいて、しかもそれをジョーがブログで、あのまひろくんからマジで返信来ないんだけどってブログで上げたんですよ。それで気づきましたから。え、ジョーって思ってた。しかジョーが初めて LINE 持った時からもう未読からスタートあのトーマの話どっか行っちゃったね。ああそうだ、そうだトーマの話だ。そうだ彼の話だ。あでもトーマはすごい、だから僕たちとお話ができるようになりましたね、うん、成長としたらポッて。そうそうそう、はい、そうだね、うん、はい、トーマ見てるかな、見てるじゃないですか、見てるかなあそうだ、僕にも LINE 送ってもらっていいんだよ、はい、待ってるから。なるほど、そうだからあれだね、じゃあちょっと今日のいつものあの今日のトーマ行きますか、今日のトーマ行ってみようか。はいはい、うん、今日のトーマ、写メが来てるそうです。はい、こちらです、ドン。んもうね、ドヤ顔なんだろうかな、 何を思ってドヤ顔してるんだろう、ね、ニポビタン D かな、メッセージが来てる。お、はい、あ、はい、よろしくお願いします。 あちょっと読んでみてみましょう。今日のトーマ、はい、お父さんがラグビー日本代表の試合を見に行ってきました。はい、お父さんはラグビー部です。え、マジで、え、マジで言ってる、あ、元だ、あ、そうだ現役でラグビー部だと思って。それだけ、あ、はい、それだけ、それだけ。リポビタン D チャレンジカップ2017、うん、あ、ね、トーマが見に行ったわけじゃないんだ。
え、でもそれが伝わらないんだよ。お父さんが元ラグビー部でラグビーの試合を見に行ってタオルかなんかもらったんですか。旗かな、旗ですか。あなたのこのドヤ顔は何なの、ね、あなた何もしてなくない。多分ね、この日付からいくと、あの静岡かなんか、静岡のなんかエコパススタジアムっていうところで、そう、このラグビーの試合があったらしいんです。それはお父さんが見に行ったんですよね。多分お父さん、彼は何もしてないですよね。多分不自然、多分自然天然でできちゃったんだろうけど、あの親顔が強い。え、だからその、ね、誰かが成し遂げたことを奪い取ってドヤ顔して写真撮ってる。そういうことなんだ。俺のチーム優勝しましたみたいな。ただ僕ベンチの外ですみたいな。ねえ、ベンチのトーマですみたいな。見に行ってないんだもん。まあでもだ、トーマのこのポスターの、はい、とこよく最近乗るよね。乗るね。ちゃんと行かれているとマジックスプレーのポスターっていう愛が感じられる。もうこれ井上家ですね。ズボンもなかなか面白そうなの入ってるよね。やばいね。彼黄色のズボンなんて持ってたかな。黄色なのかな。え、黄色じゃないかなあれ。何の柄だろう。何の柄なのあれ。よくわからん。履いたことないんじゃないうちに。今度聞いてみるか。そうだね。そうだよ。今度ちょっと来たらまたいろいろ聞いてみよう。いや、見れば見るほどちょっとドヤ顔が鼻につく ね。本当にツッコミどころがありすぎる千鳥ですね。ということで今日のトーマでした。はい。はい。神企画。じゃあちょっとそろそろ時間なんで、あのこれからマジボの活動とかっていうと。はいはい。はいはいはい。じゃあちょっと告知を。そうだね。させていただきましょう。うん、はい。よろしくお願いします。はい、まず7月9日日曜日渋谷サーカス東京にて行われるイベントに出演決定しました。イエーイ。詳細は、はい、マジックボーイズのホームページ見てください。お願いします。よろしくお願いします。はい。そしてエビランザライブ2017サマーパーティー、場所は東京国際フォーラムホール A。 やった 2days ですね。今年もやったね。やったね。8月3日、木曜日、4時会場の開演5時、はい、8月4日、金曜日、3時半会場の4時半開演。なるほどね。8月3日僕の誕生日です。マキロ君の誕生日。はい、うん、エビダンザライブ1日目僕誕生日です。ぜひしっかり頑張りたいと思います。2日間。はい、はい、そうですね。今年もやりますからね。はい、マジボも去年みたいにいい感じにデガンってできるといいね。そう、またエビダンのファンの皆さんにマジボっていうところを見せたいですね。やっぱマジボやべえ。そう、見せたいですね。やべえ。そして8月5日土曜日、先ほども言いましたけど、カニエニシエボリューム2ゲストにね、全裸さんを迎えて戦場パーティースタイルで開催決定いたしました。3日間なんだね。じゃあそうですね、8月3日4日エビライで、8月5日にカニエニシエ。やべえ、すごい豪華。お忙しいですね。イエイ。はい、いや、やばいね。やばいですね。そしてこれは初会員。初会員。8月20日日曜日、海の家の音楽イベント音玉 C スタジオに今年もやっちゃいます。出演決定です。イエイ。イエイ。海でのライブですよ。はい、場所は神奈川県三浦海岸、会場が4時、開演が4時半となっております。はい、音玉ぜひ皆さん今年も出ますので来てください。はい、よろしくお願いします。マジボでもうみんながグワーッと熱くなって熱中症になっちゃうぐらい頑張っちゃうんで、はい、イエーイ。あのマジボの魚さんとか入ってきてほしいです。ね、あ、そうだね。あとクーラーボックスかな。そうだね、クーラーボックスだね。マジボ夏大活躍できるグッズですから、はい、一緒に持ってきてください。お願いします。よろしくお願いします。ほいほい。そしてこれが熱い。8月30日水曜日、ファーストアルバム第1次成長期ベイビートゥーボーイリリース決定しました。イエイ。夏にね、リリーベも多分たくさんやりますので。リリーベまだ情報が出てない。出てないんですよね。ごめんなさい。ですけど、あの多分いっぱいあると思います。はい、多分いろんなところ行きますので。アルバムが、3形態純マジボ版コラボステタの版秘宝版の豪華3形態での発売になります。はい、はい、皆さんどれもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。夏は忙しくなるね。忙しくなりますね。そう。忙しいね。はい、いろいろ他の出演もありますし、うん、僕たちのカニ日エビダンザライブ、そしてリリーベもありますので、いろんなところ行きますね。チキってほしいです。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとお茶、お腹すいたから帰るわ。僕たちも、俺らもお腹すいた。そっか、お腹すいたな。ね、店でも行くか。行きたい行きたいですね。焼肉食べたいな。
牛角行こうぜ、牛角行ったことないんだよ俺。俺も牛角ないよ。何牛角って。焼肉よ。3。はい、そんな感じかな。そうやな。ジョーアップだよ。ジョーアップだよ、うん、ああバイバイ。バイバイ。バイバイ。お腹すいたわ。何今いい感じだったね。もう一回乗っけて。いいよねえ